てるけど、何かあったの？すごい激しいリアクションね。そんなに深刻な悩みなの？それじゃあ、お姉さんたちに話してごらんなさい。君の声のイメージ、ほら、それぞれ雲だろうとよどみだろうと、くっきり取り立てて、誰かしら、なるみさん家の女の子？分かった。あたしに伝えたいことがあんのね。助けて！しょうがないな、翔吾くんは。
生理的暴走放っておくなって、ものすっごいものすっごい恥ずかしいじゃん。あ、プチちゃん来た。今日のショーゴってなんか変ね。知らないの？有名だよ。プチちゃん先生って癒し系って言われてるね。今はこの学校で最も人気がある講師の一人なんじゃないかな。先週でアーツ&オクラフツンドアールヌーボーのあたりが終わり、いよいよ講義の本題に差し掛かってきました。機械産業が華々しく輝く時代の幕開けです。工業社会に人類はバラ色の未来を夢見たのでした。例えばこの豪華な客船のポスターを見てください。ショーゴ、プチプチ、何なんだ。どこが一番受けた。一番好きだよ。どうしてこうピタッと切らんちゃうんだろうね。分かった。今日のショーゴがちょっとソワソワしてる理由。待って、ズバリ当てちゃうから。それはね、うん、絶対に忘れちゃいけないことね。そして私に教えなくちゃって思ってる。でも心配ご無用。私だってちゃんと分かってるんだから。今日はショーゴの大好きなタモルの日。タモルの世にも奇妙なものがタモリ夏の恐怖スペシャルって今日放送でしょ。絶対見るよ。私って冴えに冴えまくってる。っていうかいつも冴えまくり。どうぞどうぞ。ショーゴ、あのね、ショーゴの夏休みっていつからなの？
私、渋谷でいいの見つけたんだ。分かったよ。ショーゴの言う通りにしてもいいよ。ショーゴ、今日カフェは？カフェに何時までいる？じゃあ、私バイト早く終わったらカフェ行けるかもしんないよ。もしかして会えるね。じゃあね、バイバイ。何？約束？あ、そろそろ私行かなきゃ。忘れてたよ、グループ展の打ち合わせがあるんだよね。あ、はいはい。正午。じっくり聞き込んでほしいんだ。トモルが好きなショーゴならきっと気に入るはずだと思う。ショーゴ、あっぶないわね。ショーゴの方よ、今すっごいアホな顔、空に向けてチャリンコこいでた。白を突き通すって魂胆か。ま、いいけど、事故っても知らないよ。ほう、私だって知りたくもありません。どこ行くのっていうか、めちゃくちゃ有頂天って感じ。何がそんなにハッピーなわけ。分かった、ビデオの予約忘れたんだ。単純、相変わらずタモルか。世にも奇妙な物語盛り、夏の恐怖スペシャル。道はこんなに広いんだから、右でも左でも好きな方を好きなように通ればいいでしょ。今私、人に道を譲
譲りたくない気分なの、猛烈に。私の譲りたくない気分の方が絶対勝負より勝ってるはずだね。お、聞かないじゃん。やめとっと。たった今私どうでもいい気がしてきたけどね。ささ、どうぞどうぞお通りくださいなまし。バイ、ショーゴ。